さあということで、おそらくサムネにはもうなってるんじゃないかと思うんですけども、ベランダで日向ぼっこをできる棚を作ろうということです。ここにね、もともとあったやつをちょっと解体して、ちょっとすっきりさすために、とあることをするためにここもちょっと解体してから、よいしょね、よいしょ、あーちょっと見えるんだ、よいしょよいしょよいしょ、ちょっと簡単に図解などを書いて、で足りないのババン10枚ほど購入してきました。おにぎりさんもちょっとこっちに移動していただき雑な扱い、ちょっと今散らかり倒してるけど、ここで作ってちょっとね、うまいことできるかわかんないですけども、やってみましょう。何からやっていいかも、早速よじ登ってますわ。でかっ、ちょっとでかいな、これよりでかいで、さあもうちょい頑張りましょう。ということで完成。さあベランダのタワーが完成しました。熱っ、よいしょ、ちょっとね一回やってみますか。ここね、やるときだけ気をつけてもらうからね、よいしょよいしょよいしょ、ここをねすっぽりと、ここがはみ出してるからこれ以上いかないと、なんかちょっと気をつけてくださいね、よし、はい、来た、早速この部が完全にねしっくりはまだ来てないから、でこれはよいしょ、バババババババンと、たまごさんもここでね、日光浴できるよと、君たちはちょっと上に行ってほしいんだけど、ちょっとこうなんか四股か、こことここもねちょっと 中二段みたいなのかな、そういうことですね、外の空気を吸っていただくと、ちょっとまだ改良の余地ありですな、ちょっと怖いな。お茶来た。ちゃんとか。これ俺がもう外には出られへんな。なんか絶対俺がおるときじゃないとこういう風に出てへんし。風を感じれるね、これからもう涼しくなってくるじゃん、もう一個上行くよ、気づいた、この部が一番上に気づいた、いいね、いいね、そこから電動でやる、動く握手もできるっていうね、最高最高最高、よかったな、風感じれるね、ポンちゃん、卵、卵気持ちよさそうやな、いつも一応火が当たるところにありするけど、なんかより火と風を感じれるもんな、いいね、これだけでも最高ですね、調整器、要調整ということなんで長居はできないけどね、怖い怖い、どうなって、
し、ビビリ、椎茸はまだビビリやね。ですね、ここ3つにね、突然のところが、よいしょ、ね、少しだけ。だからじゃないと、そのうち飛び出しそうな気がするな。はい、ということで卵もね戻っていただきました。コンバ用意に浸ってるけど、でちょっとねここにスペース、うん、あごめん踏んじゃったな、すいません、あごめんなさい、あ痛い痛い痛い、あごめんって、ちょっとだけやって、痛っ、怖っ、ちょっとだけやって、はいはいはい、ごめんごめんごめん、ああここスペースを作ったので、ね、何をするかというと、よいしょ、ルッチールッチー、いいということで、ここにすっぽり収まると、収まってんのかな、くしゃってカーテンになってるけど、ここにこう置いとけば、ね、お兄ちゃんも広々ということで、ああ気に入ってるわ、気に入ってるわ、そのスペース、いろいろちょっとまた変えていきましょう、微妙微調整していきましょう、よし怒り疲れたということで、ベランダに日光浴するスペースを作るのコーナーでした。さようなら。